いいかなと思います。だからあの時間決めてね、体重は、うん、それと食欲はチモシーとベレットとその他で、うん、まあ、1日2回元気はどうですか。100のうち100はあります。ありますね、すごく元気です、うん、じゃあそれは大事ですね、はい、それからあとはうんちの数とおしっこがちゃんと出るか、うん、それとあとね、安静時呼吸数、うん、寝てる時、そうそうそう、寝てる時の呼吸数をちょっと測ってみてください。わ、はい、かりました。安静時呼吸数ね、うん、だからさっきの動画で見させてもらったら6秒で6回打ってましたから、まあ、それでいいですよ。まあだから推察すると1分で60回かなということなんですけど、これは30回以下です。30以下が正常です。1分間ね、これがだからもし薬飲んで少し下がって くれるといいかなと。それからそこまででも飲んだからすぐ変わるというものではね、1週間ぐらい飲んでくるとちょっと変わる可能性もあります。倍近く早いってことですか。そうそうそうです。だからこれ多分いきなりさ66回になったわけじゃなくて4回なり5回なり、うん、だんだんに早くなってきてなんか早いなって思われるようになったんじゃないかなと思うんですよね。でそういったまあもう申し訳ないけどさ、最初からだから元々なんですよ、この子。要はレントゲンで見ると心拡大ね、だからこれまあ先天性のものでしょうね、はい、先天性の、まあ、心拡大心疾患があるんじゃないかなと。そういうのがある子はさ、いろんな臓器の機能がやっぱ落ちてくる。例えば腎臓とか肝臓とか血流が悪くなってくるんでね、で免疫力も低いから目やにがりやすいとかね、いろんなことがあります。でそこを高めるための薬で、まあ、1日2回お水に溶かして、お水は飲めます、はい、あのこう注射器で、はい、飲めます、OK、朝と夜でいいですか。そう、朝と夜で 0.5cc ぐらいのお水で溶く。注射器は持ってるのかな。はい、あ、でも一応出してもらっていいですか。じゃあ2本出します、ね、はい、お願いします。で入ってる中身ですね、薬はこんだけなんですけど、はい、相当何種類も入ってます、うん。それはまた苦いやつですか。いや、そんな苦くないです。シモベンタ、まあ、これはですね、心臓の収縮する力をちょっとだけ強くする、ギュッと。で、全身の 血管をですね、広げる、血管拡張を広げる、矢印2つギュッと収縮して血管を広げれば血がよく回りますね。で心臓の中の血圧を下げてくれるし、そうすると血がよくもあれば腎臓とか肝臓の機能も高まる、そういう薬です。まあ主にメインは心臓腎臓です。それから次エナラプリル、エナラプリル、まあこれは血管拡張作用だけあります。ただまあピモベンタの血管拡張作用は強いです。やっぱり心臓腎臓の機能を高める。それからウルソン、デオキシコール酸、まあ、通称ウルソというんですけど、これはですね、肝機能検査してるわけじゃないけど、まあ、肝機能を高めてくれる。でプラス肝臓の中に胆のうってあって、そこに胆汁という液体が作られるんです。でこれは十二指腸に流れて、まあ、消化を助けるんですけど、この胆汁の流れを良くする。よく胆汁の流れが悪くなってくると黄疸が出てくる。まあ、チンチャで黄疸出る子はよっぽどないんですけど、黄疸って黄色くなってくる。眼球結膜が黄色くなったりとか、肝臓が悪くてさ、はい、ひどい人は黄色、皮膚が黄色くなってきた、ね、お腹に水が溜まったりとかね、うん、まあそれを予防するとか、はい、次は消化器系、うん、モサプリド、まあ、消化管の機能を高める薬です。まあ、胃腸の機能を高めると。もう一個メトクロフラメト、これも消化管機能を高める。作用基準はちょっと違うんですけど、まあ、よく使います、チンチラさんにね。でそれでよく食べてもらえる。あとはまあ総合ビタミン、タウリ
まあ、タウリンはサプリメントなんですけど、需要競争でね、これも肝臓元気です。ブドウとちょっとだけ甘くしてあります。あともう2つです。プロバイオティクス。プロバイオティクスは腸の善玉菌です。で腸の善玉菌を補って、腸の環境が良くなってくれると、まあ、免疫力が上がってくると。今おやつで、あれあげてて、ピンク色のパッケージで乳酸菌が入ってる。ああ、いいです。あげてください。いいですか。うん、それもあげてて、はい、これもあげて、全然問題ないです。わかりました。で、この辺の腸の善玉菌の餌がね、チモシーです。チモシーの繊維、セルロースとかね、そういったのもあります。で、そう、ペースト状のとか、粒のもありますね、乳酸菌の。それはやっていいです。やりすぎはダメですけどね。はい、アガリクスはキノコです。私たちが食べるキノコ、シイタケでもマイタケでもマツタケでもそうなんだけど、ベータグルカンという成分が入っています。で、アガリクスはこのベータグルカンがたくさん入っているんですけど、これもやっぱり免疫力を高めてくれます。20年か30年前にアガリクスってすごい流行ってガンに効くって。その時めっちゃ高かったんですよ、これ。そうなんですね。めっちゃ高かったんですよ。でも結構売れたみたいですね。だけど、ガンに効くは言い過ぎだけど、まあ、免疫力を高めてね、ガンと戦ってもらうという、そういう働きはある。栄養を取ってが上がりつくことがないとダメなんですね、はい、そういうものを入れました、はい、だからで、まあそうね、お水で 0.5cc ぐらいで溶いてください、はい、だからこのサイズの注射器を最初2本出しておきますので、はい、0.5 といってもこんなぐらいです、はい、今月多分溶けると思いますから。この子でラクサトンはやってる、はい、あれ好きです。あ、じゃあそれも上手に使ってラクサトンをちょろっと舐めさせて飲ませるといいですよね。それでまたラクサやるというご褒美で、まずは1週間ちょっと飲ませてみてください、はい、で安定してるようだったら2週間とか3週間とか最大4週間は出せます。だけどまずは最初だから1週間です。じゃあまた薬が切れたら1回来た方がいいんですか。そう、できればね、来てもらって家での安静で呼吸数を撮影してほしい。だからちょっと今日明日じゃなくて、ちょっと何日か飲んでからね。じゃあ薬は1週間。この子って、今度つけますね、抗寄生薬はね。あ、今日はいいですか。今日はつけない。わかりました。今度、1週間ぐらいで来れますよね。はい、来れます。じゃあ今度の時につけましょう。はい、抗寄生薬。はい。それで、洗顔。あともう一個やりたいことがあった。ちょっと出してくれる。反則はしたんだけど。そうだ。足の裏って大丈夫ですか。見てないです。ごめんなさい。見てみます。これじゃあお渡しします。今出します。これでちょっとじゃあ足の裏のチェックして、血流をよくする使用しますね。だから前いただいたローションみたいなやつがなくなっちゃうんで。あ、保湿剤とシュッシュってやつ。両方ともないですか。両方ともじゃあそれは出しますね。はい、じゃあすぐ持ってくれる。だから免疫力が弱いから普通の子でも足の裏の皮膚病になりやすいんだよね。はい、ごめんね。うん、よっ、ちょっと足の裏見せてくれる。どれ。でも赤くはなってないね。これもじゃあ出しておきますからね。足の裏と毛も抜けるでしょ。結構抜けます ね。ブラッシングしてるんですけどね。100ミリか。そう。でちょっと血流良くするために胸、お腹にちょっと抗生照射当てます。結構一本。うん。それからさ、はい、今すぐ必要じゃないけど、はい、もしかしたらさ、自宅でさ、酸素発生器がいるようになる子もいます。そうですね。そうもっとひどくなるの。そういうこと。だって しんどかったら何を先にやるかって言ったら薬よりも酸素だもんね。呼吸早いと思うから、ちょっとその話もちょっとだけしますね、はい、そうでしょ。コンディションが適宜
ウェットで、はい、それでもう一回酸素に入れて、はい、ちょっともう、あの薬とか全部、生産終わるまで酸素に入れます。あそこに四角いのがあるでしょ、はい、あれ空気中の酸素を取り入れて、濃縮して酸素だから今、それで、あの緑のホースであそこの部屋に酸素を、でそれを、その酸素発生器を貸してくれるところがあるから、はい、まあ、別にここじゃなくてもいいんだけど、はい、酸素発生器を貸してくれるとこね、それからその酸素発生器とこう一緒にテントは、ね、はい、でもテントは家でも作れんことはないですね。例えば酸素発生器とテントね、はい、借りるとすると設置料込みで最初に使うのに2万、その後は半月で9000円、テント作れれば酸素発生器だけだと1万7000円で、これでどれぐらいひどくなったらいるんですか。まあ、飲んでてもさ、呼吸がどんどん速くなってたりね、動きがちょっと悪くなる、運動したらすぐ疲れる、そういう風だったらあった方が楽かもしれないですね。で、いろんな会社があるから、これ、はい、今貸してくれる。ここでもね、前は頼んだらすぐ帰れたんだけど、はい、忙しくなってるみたいで、今ちょっとないとかって言われる時もあるんで、まあ、数社ちょっと見といてください。わかりました。これ参考までね。はい、ありがとうございます。もうちょっと安いとこまではもうちょっと高いとこも、まあ、大体真ん中くらいの値段だろうと私は思ってるんですけどね、うん、近い将来あった方が楽かなという可能性もありますね。でまあお薬飲んでちょっと楽になってくれればそれでいいんですけどね。今もう特に苦しそうな様子は全くなくて、よっぽど苦しくならんと元気が落ちないです、ね、であと口の中の色、はい、あれがもっと悪くなってくるんですね。あのだからまあ、顔色ってわからんじゃないですか。だから口の中の色をさ、見る瞬間、安静に呼吸すると口の中の色、うん、毎日見てくれるとありがたいですね。色が悪くなってたら、で呼吸数も速くなってくるんだったらちょっと状態良くないなと思ってもらえるんですね。わかりました。それからあと体重もね、維持されればいいけどさ、同じように食べてるのになんか減ってくるようでは消化はしてますね。じゃあ、薬は1週間と注射器2本、はい、からフスエルティチドールにして 100cc ずつ出します。で、抗寄生虫薬、抗寄生虫薬は今度じゃあつけさせてもらいます。目薬はいらないです。目薬ってもない。ワンクリーンはありますけど、同じので大丈夫ですか。ワンクリーンでいいです。わかりました。それでもなかなか、だからワンクリーンつけて目やにはちょっと湿らせて拭き取ってくださいね。はい、目薬しただけでは目やに取れないですからね。わかりました。そう、ワンクリーンでもどんどん悪くなってくれたらもうちょっと強いのは。悪くはなってないんですけど、あんまり変わってないですよね。だからそこが問題なんですけど、まあ、まずはワンクリーン。ワンクリーンも弱い殺菌作用、はい、潤す作用ありますんで、それでちょっとコントロールした方がいいかなと思いますね。わかりました。はい、すみません。ありがとうございます。